ウクライナ地中海航空で運用される国産旅客機案 -24 ウクライナの航空会社とはソ連からウクライナが独立して以来同国で設立された数々の航空会社を指す。それ以前にはウクライナには地域ごとにアエロフロートソ連航空の死者が置かれていた。ウクライナではロシア帝国時代以来航空機に関する研究が大いに行われ、 航空産業も盛んであった。ロシア革命後のウクライナソビエト戦争や内戦などによりこれらは壊滅的打撃を受けたが、ソ連時代初期に取られた国の航空産業育成政策により、ウクライナでは再び軍民の航空産業が目覚まし、発展を遂げることとなった。しかし、これも第二次世界大戦で再び大打撃を被り、 戦前のウクライナの航空産業は壊滅した。戦後はアントノフ設計局が中心となって民間機の開発が活発に行われるようになり、またソ連における航空機用エンジンの主要生産地の一つにもなった。その一方、ソ連構成共和国の一つであったウクライナソビエト社会主義共和国では独自の本格的な航空会社が設立されることはなかった。 ウクライナではアエロフロートキエフのような国営企業アエロフロートソ連航空の支社により国内便が運航され国際便は近隣諸国への便を除きすべてモスクワの本社によって運航されていたそのためソ連時代ウクライナでは本格的な設備を持つ国際空港は建設されなかったウクライナの玄関としては戦前よりキエフ市内に ジュリアーヌイ、e、空港が開港されていたが、市街地に位置することから、設備規模や安全性に限界があり、近代的な大型機の運航は郊外に、ボルイースピリ空港が建設されるまで待たねば、ならなかった。その後、ウクライナはソ連から独立し、それ以来多くの航空会社が設立されるようになった。それらのうちいくつかは、ソ連時代のアエルフロートから分離独立したものであり、 いくつかは新規に立ち上げられたものであった。多くの会社ではソ連時代のアエルフロートや同シフなどの機材を受け継いだが一部の会社ではイメージアップ効果を狙って西側製の機材を導入した。各社は旅客、貨物の運輸に従事するとともに国内外の民間へ機材や人員、あるいは乗員の訓練サービスを提供するなど積極的な活動を行った。 また、ウクライナの航空会社における特色の一つとして、独自の航空便を運航する航空産業メーカーの存在がある。航空機メーカーのアントック・アントノフによる、アントノフ航空、航空エンジンメーカーのザポリージュジャ株式会社、モトールシーチによる、航空会社、モトールシーチ、キエフ第410民間航空機修理工場による、航空会社、アープ4 1 0が、 その代表である。しかし、1990年代の不景気や会社経営の失敗、2001年9月のアメリカ同時多発テロ事件による世界的な航空旅客の減少の影響もあり、いくつかの会社は数年から十数年のうちに倒産に追い込まれた。その深刻さを象徴するのが、独立ウクライナのフラッグキャリアであった、国営ウクライナ航空の倒産であった。 2002年12月に倒産を宣言したウクライナ航空は再建が目指されたもののそれにも失敗し会社は解散した。また各社が導入した西側製機材も結局は単に流行を追ったに過ぎずコストコを招いただけという事態も見られた。その後一部の会社ではウクライナ国産の新型旅客機の導入が開始された。2005年3月には ウクライナの航空産業の振興を支援するため190億9200万円限度の円借款貸付契約がウクライナ政府と日本の国際協力銀行との間で調印されボルイースピリ国際空港の拡充工事が開始された。また、この契約はウクライナに対する初めての円借款となった。ウクライナ航空の廃業後、ウクライナのフラッグキャリアの位置は名実ともに アエロスビート航空とウクライナ国際航空によって占められるようになった。両社は共に首都キエフに本社を置き、国内外への旅客便を中心に貨物、チャーター便の運航も行っている。機材はボーイング社製のものが運用されている。しかし、ウクライナでは航空機利用者人口に対して多くの航空会社が存在しているため、2社の占める運航本数は フラッグキャリアとしては少ないと言える。ウクライナでは現在地域ごとにその中心都市に本拠を構える中小の航空会社が重要な位置を占めている状態であると言える。これは国内線に限った現象ではなく各都市から運航される国際線についても同様のことである。ウクライナではソビエト連邦の崩壊後も国営、国有企業の占める割合が高いが 航空会社については、ソ連時代のアエルフロートの一極支配から、ウクライナ航空への移行を経て、経営の分割、拡散が進んでいると評価される。ありがとうございます。